で KJ マキのディープロフをやってきたと思います。今日はですね、僕が最近お気に入りで使っているシャドウ刈り取りビルドを紹介解説していきたいと思います。このビルドね、闇ビルドなんだけど、その中でも刈り取りっていう攻撃に特化したビルドで、だいたい今の俺だと400万ぐらい出せて、数百万をどんどんね連発して出せるっていう形になってて、安定して強いので、ぜひねこのビルドね、よかったら真似していただければっていう感じで、今日はこのビルド紹介やっていきましょう。それでは目次こちらです。1つ目ビルドの概要、2つ目ビルドの解説で、最後にですね運用方法とか注意点というところでやっていきたいと思います。でまず1つ目にビルドの概要ではあるんですけど、まあ、完全にこれね闇ビルド、シャドウビルドになってます。シャドウビルドで組んでいて、でメイン火力をこの刈り取りっていうこのね鎌をねブンブン投げるやつになってます。で一応ポイントとしてはユニークを持っていて、刈り取り用のユニーク、この空の墓のスネ当てっていうのを中心にやっぱりね刈り取りっていうのを底上げしているので、これと刈り取りの、まあ、ユニークとスキルのコンボっていうところでですね運用はしてます。なので、まあ、そこそこですねちょっとこのユニークに関しては、まあ、入手するために苦労が必要っていうところではあるんですけど、最悪このブーツなくても全然火力出せるし、で普通に強いっていう感じなので、そこはね安心してくださいというところになってます。で推奨レベルに関しては一応同じパラゴンとか、まあ、スキルとか、まあ、装備を揃えるって感じになると7、80ぐらいがスタートラインになるかなっていう形になるので、ちょっとね想定レベルは高くなるっていう感じで、まあこの装備で90後半から100までちょうどやったので、でナイトメアダンジョンの 4,50 台を回っていたっていうところになりますね、っていうようなビルドになります。なので結構ですねナイトメアダンジョンの、まあ、4,50 でも全然戦えますし、でさらに火力もしっかり出て、であとは安定性があるんだよねシャドウビルドって。なのでそこら辺がとても俺は気に入ってるかなっていうところなので、そこら辺の細かいね、なんで火力が出て、なんでね安定性があるのかっていうところをね説明していきたいと思います。なので一度街に戻りまして、装備とかスキルのね構成っていうのをみんなにね見ていただければという感じで、早速街に戻っていきましょう。ということで街に戻ってまいりましたので、一旦全て装備を外しまして、スキル補正がない状態で見てもらえればという形になっております。でまずねスキルからね見ていきたいんですが、でビルドの構成としては基本的にはまあシャドウビルドになるのって、まあ、ほぼ闇のために振ってるって感じで、まあ、似た構成で僕が紹介してるのとかだとシャドウミストビルドっていう形で、まあ、海外の人がティア100のナイトメアダンジョンクリアしたっていうようなビルドとかもあったりするので、そこら辺を中心にですね闇っていうところのベースを刈り取りに特化させたっていう形にしてます。なので早速ね基本スキルから見ていきたいというふうに思います。で基本スキルねもちろんの闇なんだけど、正直今回は、まあ、あんまりこの鎌切りは使わないっていうか、基本スキル使わないです。下のショートカットのスキルの欄が足りないんで、まあ、とりあえず一応まあ進めるためだけに最低限振ってるっていうだけなので、まあ、これはどこに振っても正直いいです。基本スキルは基本スキル使わない構成ですって感じです。で次ですね、次に関してはコアスキルなんですが、コアスキルの欄に関してはもちろん今回のメイン刈り取りを使います。刈り取りが必須になってますので、この刈り取りで戦っていきましょうねっていうところで刈り取りなんですが、進化先は、このなんていうのこれ、軽なんとか状、ちょっとこれどういう感じか分かんないんだけど、でまあこれに関しては脆弱状態にしますって感じですね。4回使用すると敵が脆弱状態に次の攻撃になるみたいな、そんな感じになってると思いますね。なので脆弱状態を作りましょうという形になってます。でもう1個の方に関してはミニオン1体につきダメージが与えるって形で、基本的に自分がメイン火力になる、まあ、ブラッドランスとか刈り取りとか、あとはボーンスピアとか、まあ、ここら辺のそういった自分単体が主力になるようなやつに関しては、まあ後から説明するんだけど、奥義パッシブってミニオンをわざと入れない構成っていうのが強いので、まあここは脆弱にする一択かなっていう形です。でもちろん曲振り5分の5振ってますっていう形になってます。で今回はコアスキルの枠はあと2つのラインを取っていきます。で1つ目のラインは切り裂かれし血肉です。でこれはですね幸運の一撃発生の時にですねダメージを与えると最大 12% の確率で死体を生成っていう形で死体を作りますっていうところなんですね。なので死体を作るっていうのは実は大事なんだよね。で後から説明するんだけど、この刈り取りをサポートするためにコープスエクスプロージョンとか入れてます。なのでそのサポートのための死体生成作りのためのまあ、なんていうかなスタートラインというか、そのサポートの結構ですね元になってる場所っていう感じで、もう一個に関してはこちらですね、死人の活力とさらにその進化先不完全な均衡両方曲振りです。
でこれ何かというと死人の活力は精髄、まあ、MP だね、 MP を上げます。でもう一個上はこれ何かというとコアスキルの消費するあの MP が 9% 精髄消費が 9% 増えるんだけどダメージ 15% 増加でダメージを増やしてますっていうところになってます。なのでこれ結構強いですっていう感じですね。でここら辺を入れてますっていう感じで、コアスキルのここの欄はこんな感じで、次は右下のですねこのブラッドミストとかあるところに行きたいと思います。でこちらに関してはどういう形になってるかというと、まあ、まずあのブラッドミストっていうのを入れてます。これはですねやはりミニオンがいない状態だとかなりですねソロの戦いになるので、まあ、やっぱり防御力が弱い耐久面が弱いネクロマンサーは無敵状態になるっていうのが強いので、まあ、ブラッドミストは1振りで入れてます。でさらに、これはですね戦慄というところまで進化させることによって死体をね生成させるので、でこれはねさっきと一緒刈り取りのための死体生成というサポートの部分を作るために入れてるっていう形です。で今回サポートの主力となるのがこちらコープスエクスプロージョンになります。でこれはね闇のコープスエクスプロージョンって形で闇に属性をあの追加するような形になるんですね。闇属性に切り替えたコープスを使ってくださいっていうところになります。でコープスは何をするかというと刈り取りの問題点っていうのはあの MP の枯渇、 MP が少なくなったらどうしようかってなるんですね。どうやって MP 回収しようか、 MP ないタイミング何しようかってなるんですけど、その時に死体をたくさんですね用意しておくとコープスエクスプロージョンを打つことができるんですね。でそれで闇ダメージで同じように闇を底上げしてるんで闇のコープスを放つことによって、まああの極振りではないんで爆上げな火力のコープスではないんですけど一定のちゃんとした強い倒せるダメージを出してくれます。でプラスアルファここのパッシブを取るこの残忍な収穫でですねこのサポートが完了するわけなんですね。でこれ残忍な収穫は死体を消費すると精髄 MP が回復します。なのでここで大事なのが、まあ、ちょっとね後から装備の欄でも言うんだけどミスト状態で勝手にあのコープスエクスプロージョン起動するっていうスキルも持っているのでそこら辺含めてですね死体を消費してどんどん MP を回復して、でこの刈り取りを使っていない時間とか刈り取りの MP 回収の時間っていうのをコープスでですねその狭間の時間をなくすっていうようなイメージですね。なので、まあ、同じしかもシャドウだから同じシャドウ内で回せて火力も一定担保できるっていうところでかなり強いんだよね。刈り取りやりまくって MP なくなった、じゃあ刈り取りしまくった結果たくさん死体ができたからその死体をコープスでどんどん爆破させてダメージを与えるとともに MP 回収をしていこうみたいな感じで、やばくなったらミスト状態で、まあレジェンダリー装備の効果なんだけど無敵状態で死体を爆破して安全に MP 回収もできるよねっていう形になってるので、そこら辺含めてですね闇ビルドってめちゃくちゃいろんなものの親和性高いんですよ、装備からスキルまでっていうところで、まあ、ここら辺でぐるぐる刈り取りを回していて火力を出していこうねっていう話になってます。なので結構ねここまででだいぶ今回の刈り取り の、まあ、あのロジックっていうかどういう風に回ってるのかっていうのがですねある程度完結しますっていう形ですっていう感じなので、この、ね、スキル欄に関してはこんな感じで取ってるっていうところですね。まあ、できればねここら辺の死者を糧にで、まあ、結構ねあの死体を消費した後のダメージっていうのがですねあの結構強くなるので死体消費すること多いので、まあ、ここら辺もっと思ったりしたんですけどちょっとスキルポイントが足りなくてっていうところになってるので、ここら辺はねまたあのいろいろ考えたいんですが一旦はですね安定性を取ってるって感じですね。っていうところで次のですねスキル欄、呪いのスキル欄行ってみたいと思います。でこの呪いのスキル欄に関してはまずはですね僕は衰弱を選んでます。衰弱というところですね。であの一応ですねアイアンメイデンだと精髄回収もできるんですが、まあ、正直ですねやっぱり、まあ、ナイトメアダンジョンの50とか60とか行った時にやべえ点っていうのが相手が強すぎるんですよ。なので一撃で死んじゃう可能性も全然あるので、そこら辺で移動速度減少ダメージ減少っていう衰弱の方がやはり強いなっていう感じとともに、まあ、やっぱりあの試食層っていうのは入ってくるのでビルドにね、なのでそういった試食層のクールダウンを減らすためのこの衰弱の幸運の一撃でクールダウンを短くするっていうところも入れたいので、まあ、あの衰弱1振りなんですがこの悪意っていうところまで振ってますっていう感じですね。で、まあ、1回アイアンメイデンにしてみたんだけど、まあ、やっぱり上位のティアのナイトメイダンジョンがきつかったから、まあ、あの自分が余裕でいけるレベル帯であればアイアンメイデンでもいいかなって感じ。アイアンメイデンだとより火力が増えて精髄回収が多いからっていう感じですね、意味合い的には。なのでまああれなんだけど、結局アイアンメイデン初手に打つから MP がある状態でアイアンメイデン打つんで、まああんまりなんか
あれかなっていうところで、 MP 回収って刈り取り使った後に打つと MP 回収いいよねって感じなので、その順序というか使う順番的にアイアンメイデン初手が多いので、あんまりねその効果っていうかですね、まあ微妙だったなっていう、まあ精髄がねいらないんで打ち放題でできるのであれなんですけど、まあちょっと手間かなっていう感じで俺は衰弱にしちゃいましたっていう感じで、それとともにダメージ増幅はマジこれはね、ネクロマンスは必須だと思うので、これ入れといてください。呪われた敵に与えるダメージが増えます。なので衰弱状態で呪いをね付与した相手に対して能力的には火力が上がるっていう形なので、非常に強くなりますって形ですね。であとはパッシブですね。パッシブ死の抱擁と、あとは死の腕っていう形で、まあ、遠距離近距離の火力を伸ばして、で死の抱擁に関しては近距離のダメージ減少もあるので非常に強いという形になってます。なので火力を伸ばしましょうという感じです。こんな感じで次はですね、ここら辺の属性パッシブの方に行きたいと思います。で、ですね、まずですね、スキルに関しては主食層、まあ、これはまあ必須だね主食層は本当に強い、本当に強いので、まあ、主食層は皆さん多分ネクロマンサーの方だったら入れることが本当に多いんじゃないかなっていうふうに思います。でさらに言うと、主食層はこの脆弱状態にするというものを進化させてます。1振りでねっていうところになってます。で、さらになんですが、パッシブ死者の、これなんていうの、効果はこれ未だに読み方が分かんないけど、とりあえず死体を1体形成すると強化値を獲得するので、まあ、単純に自分のダメージ減少 の強さっていうのが、まあ、防御力が上がるって感じですねっていうために入れてますっていうところで、さらに、属性パッシブに関してはここのですねスタン以外を取ってて、まあ、これはあれですね、シャドウミストビルドと一緒の構成になってますね。まあ、これが使い勝手がいいかなって感じっていうのも、主食層でスタンもできるから、まあスタンあってもいいけど、ちょっとスキルポイントの都合上他に振りたいってなった場合は、まあ主食層でスタンは代用できるから、スタンの部分の幸運の一撃さんの部分は省いて他をね入れているというような形ですね。これ火力2つにで、一番最初のやつが移動速度上昇っていうところになってますねっていう感じの構成です。これはで、まあ普通に火力上げて場を支配するような感じで移動速度上げようねって感じで、今回はブーツで移動速度が上げれないので、ユニーク使ってるので、なのでここら辺も結構大事かなっていう感じですね。やはり高レベルになればなるほど、この場を支配するというかフィールドでうまく立ち回るのが大事なので、まあ、それでもね理不尽にギミックとか氷 の、まあ、凍らせてくる属性のやつで、まあ、死んじゃったりするんだけど、まあ、それでもできるだけ退路を確保して、でミストがないときはステップで逃げてみたいなところが必要なので、移動速度って大事なので入れてるって感じかなっていうところですね。で、左下奥義の欄ですね。で奥義に関してはですね、ボンストーム入れてません。ボンストームはなしです。でその代わり入れてるのは、まあ、毎度おなじみというか、ミニオンなしのビルドでは毎度入れる必要がある孤高の誇りとメメントモリですね。これを入れてるという感じですね。ダメージ減少が18% 上昇しますので、ミニオンが1体もいなかったら、で逆にミニオンがいると1体いるごとに 2% はねその効果が減らされるっていうので、ちょっと微妙です。でさらにメメントモリに関しては生贄ボーナスを増やしてくれるので、まあ、完全にこれはソロ用ですね。ミニオンいない時用に必ず入れた方が強いよねっていうものになってますっていうところで、今回ももちろん入れてるよねっていうところだよね。でさらに、重要パッシブはこちらですね。シャドウビルドなんで影なる病魔は入れときましょうと、まあ、単純に火力が上がるんでね、まあ得しかないですよっていうところになっておりますっていう感じなのでですね、一応こういったシャドウ系 の、まあ、ビルドになっていて、刈り取りを中心とした、まあ、威力になっていると、威力を出すような形になっているっていうところですね。でさらになんですが、次死者の書を見ていきたいと思うんですけど、死者の書に関してはですね、このリーパーのシャドウダメージ 15% 増加、まあ、これはまあシャドウビルドだから、まあこれ確定かなって感じで、スケルトンメイジに関しては脆弱状態に対するダメージアップっていう感じなんですけど、まあ主食層とかあるしね、で刈り取りでも脆弱にできるから、まあこれはね確定かなって感じで、さらにゴーレムに関してはこのクリティカルダメージ 30% 上昇っていう形で、クリティカルも積んでるので、アイアンゴーレムのこの生贄ボーナスにしてますってところですね。でスキル編は最後に、パラゴンボードを見ていきたいと思います。でパラゴンボード、正直シャドウミストビルドと一緒です。っていうのも、まあ死体を使うシャドウ攻撃を上げたい、でこの2点において強化されているボードなので、別に変える必要がそんなに感じなかったというところなので、まあ、そのまま流用してますっていうところなので、ここら辺はシャドウビルドって本当に使い勝手が良くて、パラゴンはある程度固定で、でスキルツリーの方を入れ替えればいろんなシャドウビルドを楽しめるので、こういったね汎用性の高さって俺シャドウビルドいいなっていうふうに思ってますね。でここからボーンストーム主力のものにとかもできるし、オーブ回収でクールタイムをマックス回すとかね、
ためっていうのもできたりするので、そういった形でシャドウビルドってたくさんいろんなことができるので、かなりですね僕としてはまあいい感じで進化先もたくさんあって、しかもちゃんと強いっていうのがすごくいいなというふうに思いますね。というところでパラゴンボードに関してはまずですね、まあちょっとね一時停止してみてくださいっていう感じです。はい、まず1個目がこれです。でグリフが、これは制御になってます。でちなみに全部のグリフがマックスレベルまでいっているので、15以上でこの範囲が広がるので、効果範囲に赤い効果範囲広がるので、この効果範囲広がるところまでやってねというところになってます。で、次のグリフが縄張りですね。縄張りになってます。でこの追加のスキルボードが、レジェンダリーで萎縮ですね。萎縮を取ってるという感じです。上はで右に移動しまして、右のボードは肉くらいですね。で肉くらいのグリフに関しては搾取になっております。でさらに下に行きまして、こちらは死の香りですね。で、グリフは、闇になってますね。闇ですねっていうところなので、こういったパラゴンボードになってます。もうこれは闇と死体を使う、この2点においてかなり強化されたものになってますっていうところなので、まあこれね、まあ適当に一時停止してみてくださいというような感じです。これはもうポチポチするだけなんでね、はいっていうところですね。なのでこんな感じになってて、最後に装備品ですね、見ていきたいというふうに思っております。で装備品に関してはとりあえずもう上からね、頭からやってきますか。で頭からなんだけど、頭の装備に関してはまずですね、健全状態でない時に攻撃を受けると自身の周囲に5秒間魔法の泡が召喚されて無敵状態って形なんですけど、これね結構良かった。で今回入れてるのが、向こう水入ってます。なのでこの向こう水はあってもなくても正直どっちでもいいかなっていうような形になってるんですが、向こう水とこの泡が無敵状態を確保するっていうやつがめちゃめちゃ相性良くて、うわやばいっていう時に泡が出るんだよね、結構勝手にっていうところがあるので、向こう水で結構障壁が出るタイミングが多いので、障壁状態で結構過ごせてて、ある程度向こう水の、まあ、ライフ回復とかそれによっての障壁とかで結構ですね、通常状態はなんかそれで運用できて、で本当にうわやばいっていう時に泡がパッて出るような形になります。でこれ90秒に1回しか泡って出ないんだよね。なんだけど全然もう1回出てほしい、今欲しいとかはあんまないです。なんか忘れた頃にあやばいちょうどいい時に出るみたいな感じなので、体感無効水とこの泡で無敵になるっていうのめちゃくちゃシナジーあるんじゃないかなと思って、これでですね結構上位のナイトメアダンジョンは僕は行ってましたっていう形になってます。なのでまあこのセットは結構ティア60ぐらいまでは俺的には無効水とのコンボで結構ねいい感じに守れました自分もっていう感じですね。でオプションに関してポイントとしては、まあ、やっぱりクールダウンの時間短縮っていうのが大事かなっていうところになってます。あとは全捨てとかっていうところを入れてますね。で一応合計防御力も入れてるんですけど、まあこういったところも入れとくといいかなって感じで、まあ僕はこの中オプションを、まあ、何を選ぶかというか重要なのは何かというところで考えると、クールダウンの時間短縮で、そこで次は全ステータスもしくは知力かなというふうに思ってますね。まあそんな感じで、まあ僕は組んでるっていうところですね。で次鎧ですね。鎧に関してはブラッドミストがですね、死体の上を通過するとか近くに行くと勝手にコープスエクスプロージョンが自動発動するという形なので、でこれによってミストの時間クールダウンが短縮されます。なので一石二鳥ですごく便利なスキルになってるっていうところですね。でまだ鎧はね、これあれなんですよね、ブラッドミストビルドと同じ装備なんですけど、鎧に関して。で、まあまだ厳選が終わってないんで、もうちょっと欲しいんですけど、近距離から敵の受けるダメージ減少って、この減少率が上がるね、ダメージ減少系を近距離から遠距離から、で、ただのダメージ減少、ここら辺をね、3つつけたいんだよねっていうふうに思ってます。で、あとは合計防御力パーセンテージも入れておきたいので、ちょっとね、そこら辺は、まあまだ厳選不足かなって感じっていうところになってますので、まあそういった鎧を探してもらえるといいかなって感じですね。まあただ俺的にはとりあえずあるものをある程度使って、でどんどん後から厳選していってアップグレードしていくっていう形なので、現状はね合計防御力と近距離から抜けるダメージ減少っていうのを入れてって、まあそれの形で、まあ他の下2つはまあいいかなみたいな感じでやってます、妥協してっていうところですね。で、次ですね、次は腕になります。腕に関しては、刈り取りプラス4がついているところがやっぱミソですね。はい。で、まずスキルに関しては死体1体を消費すると次のコアスキルダメージが 10% から最大 50% まで上がる。でこれはですね、死体を消費するタイミングが多いというか、
刈り取りを打ち終わった後 MP 回収で死体をどんどん消費していくので、その後に打つというね刈り取りをっていうことが結構多かったりします。あとは死体を作ってわざとね、わざと作ってそこから試食槽 でそこから打つとかっていうところもあるので、まあ試食槽では消費しないんだけど、その前後で結構ミストとかでどんどんねコープスを発動したりとかするので、結構その死体を何かしら発動した後の一撃って多かったりするので、これ入れてるって感じで、オプションに関しては幸運の一撃発生率とクリティカルヒット率、これはマジで大事なので、この2つは腕は、まあ、どの装備もある程度取った方がいいかなって感じ。まあ、クリティカルヒット率が幸運の一撃とかを全く頼らないっていうのがもしあれば、まあ、取らなくてもいいんだけど、大体の装備というかビルドはこの2つを腕で取ると幸せになれるかなって感じで、今回は刈り取りなんで、刈り取りのランクが4上がるやつも、まあ、元々3なんだけどマックス強化すると1上がるんだけど、まあ、プラス3のやつを拾えば大丈夫って形で、今回は刈り取りのこれも上げてるっていうところになってますね、スキルもね。っていうところで結構ですね、そんな形のスキル構成というかオプション構成かっていう感じになってますので、腕はこんな感じで、腰は向こう水です。はい、向こう水になってます。すまん、ユニーク使っちゃったっていう感じなんで、ちょっとねここユニークじゃ揃えづらいやんけって感じになると思うんだけど、これはバージョン B がありまして、まあ、パターン B がありまして、でこれですね、これが結構俺は向こう水以外の時に使ってる。で、どういう形かというと、何らかのダメージを与えると4秒間防御力が上がって、で、まあ今はね、ちょっとね、補正がたまたまね、マックス値がなくて 45% つけてるんだけど、マックス 50% まで強くなるんで、まあ後からね、上書きすればいいんで、こんな感じになってます。で、これは強いです。このスキルめっちゃ強いんで、俺は結構、このスキルを使ってることが多くて、たまたま最近本当に手に入らなかった最終盤まで向こう水がっていう形なので使ってみたくて入れてて、そしたら意外にねさっき言った頭の泡と腰の向こう水がめっちゃいいシナジーで強いから使い続けてるって形ですね、刈り取りではっていうところになるので、まあ、基本は結構これ使ってたりしますね。でオプションもめちゃくちゃ強くて、ダメージ減少率で、負傷中のダメージ減少率で、近距離遠距離のダメージ減少率っていう形になってるので、結構ダメージを至るタイミングでもう減少しまくるみたいな感じで、とてもいい感じのオプションですね。これは俺は結構気に入ってるって感じになってます。でこのレジェンダリーのスキルはめっちゃ強いから、結構ね迷ってたら防具でこれつけるとめっちゃね幸せになる、すごく強いスキルだと思います。なので向こう水じゃなくてもこのスキルをつけた腰でも全然ありって感じっていうところですね。で、次ブーツですね。ブーツは空の墓のスネアテ、はい、ユニークになっております。ユニークなんであれなんですけど、まあ難点としてはスピードアップしないのって、まあさっきのね闇のパッシブでスピードアップとかネックレスでスピードアップをさせてるというところですね、移動速度アップで。ポイントとしてはユニークスキルは刈り取りって、なんかこう釜を投げて、その釜を投げると釜になんかその骸骨の幽霊が釜に乗り移って、釜と一緒にうわーって飛んでいくんだよね。で、その亡霊がシューって飛んでいって、飛んでいった地面がですね、なんかシャドウダメージの毒沼に2秒間になるみたいな感じなので、まあ要するに追加ダメージだよね、火力が上がるよっていうところになります。でさらに生髄コストが減ったり、知力が上がったりで、シャドウダメージへの幸運の一撃発生率が上がったり、さらに言うと継続シャドウダメージを食らった敵からのダメージが減るとかっていうのもあるので、意外にねこう強いんですよ。普通にやっぱユニークだけあって普通に強いなので、移動速度上昇を、まあ、捨てる代わりに結構ねいろんなものをもらえて、これはまあ俺は強いんじゃないかなっていうか、刈り取りビルドだったらまあ入れておくのが吉なんじゃないかなというふうに思ったりしてますっていうところですね。なのでまあ俺はこれはおすすめかなっていう感じで、次はこちらですね。これは剣ですね。で両手剣になってます。で両手剣でポイントは試食槽です。はい、もう両手剣あったらもう試食槽、大体試食槽入れとけばめっちゃ強いからネクロマンサーはっていう感じになってます。試食槽でクリティカルヒット率が上がって、クリティカルヒットダメージが 120% も増えると、マジで強いからっていうところになってます。でですね、一応スキル的にはオプション的にはですね、ベストのオプションは知力、脆弱、クリティカルヒットダメージあたりかな、この3つが入ってるといいと思うんですけど、脆弱ダメージ、クリティカルヒットダメージが入ってないので、ちょっとまだね厳選はあれなんですけど、アイテムパワーが強かったので、まあいっかと思って入れちゃった次第です。はい、っていう感じですね。なのでそんな感じの、まあ、試食槽の入った両手剣というのが武器になります。
で次はアクセサリー、ね、でアミュレットに関しては影なる病魔ですね。これ重要パッシブになるんですけど、これがですね10回ダメージを与えると6秒間にわたり自分の火力が上がるという形なんで、追加で自分の火力を上げることができます。なので非常に強いって形ですね。特にコープスとかが闇コープスで何回も連続ヒットしたりするので、そこら辺で結構ですね、あの影なる病魔をシャドウダメージをあの何回当てると発動とかっていう形があるので、そこでね結構稼げたりするっていうところで強いですねっていう感じ。火力の底上げでですね、アミュレットのオプションについてはですね、まあ、クールダウンと移動速度かなって感じです。クールダウンと移動速度つけとくと大体幸せになれる。であとは近距離と遠距離の防御力というかダメージ減少を入れてるって形ですね、一応ですねっていう感じになっております。なのでまあクールダウンと移動速度であとはお好みかなって感じ、俺的にはね、アミュレットはっていうところかな。で次リングだね。でリングに関してはですね、まあまずスキルからいくとブラッドミストの痕跡がそこに残って、まあ要するにブラッドミスト の移動した後が毒沼になって継続ダメージっていう感じですね。でポイントはそれじゃなくてもう一個のスキル、ブラッドミストの発動中移動速度が下がらない、これマジ大事だからマジ強い。なのでこれが非常にですね有効に活用できます。ミストをよく使うんでねっていう感じで、さらにもう一個のスキルは刈り取りがクリティカルヒットになると確率で病害のたまりが足元にあの出てきて、でボーナスダメージを与えるという形になります。なのでこれも追加でダメージを与える火力を出すという意味合いで の、まあ、あの効果ですね。刈り取りの関連するねっていう形ですね。でこのオプションに関しては指輪のオプションは基本的にはクリティカルヒット率とあとはですね幸運の一撃発生率っていうのが大事になってきて、でもう一個がクリティカルヒットダメージかなっていうふうに思ってるので、この3つが俺は結構大事かな。あとは脆弱ダメージってあったっけ、リングで、まあ、あると入れとくと多分幸せになるかなという形になってます。 あるね。なので脆弱ダメージ、クリティカルダメージ、クリティカルヒット率、幸運の一撃発生率っていうこの4つが揃うと神リングになるんじゃないかなっていうふうに思ってますねっていうところなので、まあそんな感じ の装備構成になってます。で基本的にはまあミストとかあのコープスエクスプロージョンがフォローに回って精髄回収とか、あとはまああの間の時間とかですね、あの試食層を巻くため の何て言うんですかね、下準備をしてもらってというところで、結構ネクロマンサーって他の職業と違って1工程2工程攻撃まであるんですよ、試食層とかね。なのでそういったところをフォローしつつ最終的に刈り取りでダメージを出すっていうのが、まあ、あの今回のビルドになってるかなというふうに思います。で戦い方としては初手でミストを打つことが多いです。でここでミストを打ってで死体を作って、でそこから試食層を発動させて、で衰弱かけて刈り取りっていう形ですね。でこの間で結構すごくねいいことが起きてて、まずブラッドミストを使った時点でブラッドミスト中に死体を置いて、で勝手にレジェンダリースキルで死体爆破で死体消費が発動で火力アップみたいな。で最後の死体はあの発動しないような形になるのってミスト中の死体を置くっていうのは確か3つぐらい置くんだけど、2つ爆破1個残りみたいな感じなんだよね、ミストを使った後で。その残った死体に対して試食層を使って一気に集めて、で衰弱をかけて、で刈り取りをするっていう形になってます。まあ別に最初に衰弱かけてもいいしね、まあ、どっちでもいい別にそれはっていう形になってます。なのでまあそういった形で、まあ、衰弱かけるかミストやるかで最初にかまして、で死体爆破で死体消費しつつ、で最後の死体を自分であの試食層にして、で火力を出していくというような形になっているので、まあ、そこら辺がですね結構強いかなというふうに僕は思ってます。これが基本的なこのビルドの使い方になってますね。なのでどんどんですねミストで突っ込んでいって、で最終的にあの試食層を使って、であの衰弱打って、であとは刈り取りするっていう形になってますね。であの今見てもらえば分かるんだけど、あのコープスエクスプロージョンの威力がやっぱりあのパラゴンでも爆上げしているので強いんですよっていうところもあって、結構ですね勝手にコープスだけで死んでしまう場合もありますっていうところなので、かなりですねコープスエクスプロージョンに関してもまあ本当に守備的なまあなんていうかな要因プラス攻撃的な要因としても非常にね強く働いてくれる。で今ねあのコープスをバンバン爆発させてるんだけど、こんな感じで刈り取りを何回かブンブンブンって 3,4 回ぶっ放したら、あとはですねこんな感じでコープスで最後のとどめを刺したり、あとは減った精髄を回復する MP を回復するっていう形をやっていくといいんじゃないのかなというふうに思いますね。なのでこのような形であの使っていくというのが、まあ、あの刈り取りのスタイルになっております。なので、まあ、ボーンスピアに結構近いんじゃねえかなみたいな。ボーンスピアはまあ骨ビルドだけど、まあ、闇ビルドのボーンスピアに似てるのかなっていうふうな形ではありますね。
でよりですね闇コープスを使えるところが、まあ、あのサポート面では多分ねボーンスピアビルドの方が強いとは思うんだけど、刈り取りビルドのいいところかなっていう風に思ったりしますね。闇の恩恵が受けられるっていうのはマジででかい。あのかなりねあのシャドウビルドのシャドウ面っていうのはすごくね優秀なので、そこら辺でですね僕はあのいい感じに使えたかなっていうところで、実際にですねちゃんと上位 の、まあ、あのティアというかですねナイトメアダンジョンのところも行けましたので、まあ、あの60ぐらいまで行けたんだっけっていう感じになるので、普通に生放送中に、ね、50代とかボンボン行っててっていう感じなの で40代とかになるとさすがにイージーすぎてみたいな感じになったので、まあ、特にねレベル100近かったので、まあ、そんな感じで、まあ、あのやってるっていうところですね。でどんどんねちゃんと衰弱使ってコープス使ってで刈り取りをガンガン出してっていうところをやっていって、でまあ臨機応変にねここら辺を使い分けてというかしっかりですね使っていくことで、まあ、かなりですね強くなるんじゃないのかなというふうになりますね。この辺はまあ使っていくと、まあ、自然にね、まあ、このタイミングだとこれ打った方がいいかなっていう感じに分かってくると思うので、まあ、そんな感じでやっていただくといいかなって感じで、ある程度一掃し終わったら残った死体で爆破させてあの精髄回収 MP 回収をして次の群れに行くみたいな感じのことをすればいいので、まあ、こういう感じで結構ですねいろいろね回るんですよね。あのいろんなスキルがいい感じにねシナジーができているので、俺的にはねこのビルドはかなり強いんじゃないのかなというふうには思ってますね。で注意点としては、まあ、これぶっちゃけどのネクロマンサーでも同じ注意点なんだけど、正直ですねネクロマンサーどこ行ってもあの耐久力がないです。なので耐久力だけはマジでねあのお気をつけくださいっていう感じですね。どうしてもねちょっと耐久値は弱いから、あんまりねあのガリガリねあの火力をもう至近距離で攻撃受けながら出すっていうのはぶっちゃけ無理っす。なので、まあ、そこら辺はですねあの普通にちゃんとですね立ち回らないとやばいですよっていうところになります。であとはですねあのやっぱり精髄の回収が結構ミソになってくるので、変に乱発したりしないようにちゃんとですね回収できる死体を消費して MP 回収精髄回収ができる手立てがある状態である程度ね場をセットしていくっていうのが大事かなっていう形ですね。でやっぱりねコアスキルに関しては本当にねこの精髄回収の点がですね結構大事になってくるので、どんどんね精髄に関しては、まあ、あのしっかりコープスを使って回収していくというのが大事になってくるかなっていうところで、あとはねあのナイトメアダンジョンでシャドウダメージ の、あのカットというかシャドウダメージ耐性のなんていうかな条件っていうのがねあるんだけど、まあ、そこのナイトメアダンジョンのランダムのね条件になるんだけど、そこら辺はでそのランダムの条件の中であのシャドウダメージを防ぐみたいな何パーセントカットするっていうのはマジで辛いから行かない方がいいです。はい、そこは俺実際に行ってマジ辛かったんでっていうところになるので、まあ、こんな感じであのシャドウビルドの中のこの刈り取り特化っていうのは、まあ、使っていただけると楽しいかなって感じ。このね結構ね刈り取りね長い感じでね、まあ、この結構長い距離さこうやって行くじゃん。であの下はさ毒沼になってて形なので結構ロングもねボンボン当てれるので、ここら辺はですねいい感じかなって思います。であの刈り取り帰ってくるから帰ってくるこうやって帰ってくるから生き返りでダメージ与えるから、ちゃんとねこうやってねブンブンって今短い距離で出したけどっていうところなので、この生き返り攻撃と下毒沼にして3つのね攻撃手段が1回の攻撃であるので、結構俺は強いんじゃないかなって思います。でここら辺のね5体死体を消費するとダメージボーナスとか、死体があの付近にない場合与えるダメージ増加とか、こういった形で結構パラゴンとか他のスキルに補助されててかなりね強くなっているので、かなりシャドウビルド自体はですね本当に優遇されていて、ブラッドスキルとかと比べるとマジで優遇されているね感じのあの構成かなというふうに僕はあの結構思いますねっていうところなので、まあこういう形でシャドウビルドっていうのをうまくね転用して、で刈り取り優先というか刈り取り特化にしてみると結構強かったですよというのが今回のですね、まああの内容になっておりますっていう感じで、本日はですねシャドウビルドの中でもかなり俺は気に入った刈り取りビルドを紹介してみました。刈り取りビルド何が一番いいか、かっこいいんですよ。うん、かっこいい。シャドウビルドっていう響きもかっこよくない？闇の刈り取りビルドかっこいいでしょでそこが普通に数百万出せるし、
で一応俺だとだいたい400万ぐらいが結構ね強いダメージが上振れした時は出るし、まあ数百万ボンボン出て数十万なんてのは当たり前のようにもちろん出るので、そんな感じで火力を出していくつつ単体の敵にも全然いけるので、でねちょうどねこの動画を出す1個前の動画の時とかにたまたまヘルタイドのボス、虫のさボスいるじゃん、あいつと1対1で戦ったんだけど、このビルドで普通に余裕で勝ってたからっていうような感じなので、まあレベル100だけどね、俺はレベル100だからあれなんだけど、なんですが普通に余裕に勝てるぐらいのビルドですっていうところなので、そこら辺考えるとちゃんとねナイトメアダンジョンの60ぐらいもいけて、でヘルタイドのボスも倒せて、でダメージ的にも400万オーバー出せて、非常に強いね構成になってるので、ぜひね闇ビルドでなんか新しいのないかなっていうので、刈り取りまだやってない方はね試していただけると楽しいかなと思います。俺は実際楽しかった、すげえ良かった俺は。ということでね、ぜひね皆さんのおすすめのビルドとか、逆にこの構成じゃなくてこれにした方が良くねとか、このレジェンダリーの方がこのスキルの方が良くねとかあったら、ぜひねいろいろコメントいただければ幸いです。そういったの参考にして、ね、もちろん正解一つじゃないと思うので、そういったの参考にしていろいろ実験してビルドね作るっていうの楽しいね、ディアブロの中のいい要素だと思ってるので、俺もねビルド作るのめっちゃ好きだから、そういったのでねみんなのいろいろな面白そうな情報あればどんどん試していこうかなと思いますので、ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。そんな感じでですね、 KTR ゲーミングでは毎日動画をですね出しておりまして、まあ、大体解説とかニュースとか情報系が多いです。なのでぜひねディアブロ系の情報をね得たいなっていう方とかですね、まあいろいろ楽しみたいなっていう方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で生放送ですね結構やってまして、夜にね、でまあ生放送とか気軽にね遊びに来ていただけると、これもこれで嬉しいなという形になっておりますので、はい、で全然質問とかね気軽にしてもらって大丈夫なんで、まあなんかね気軽にコメントくださいっていうところになっておりますので、生放送もね動画もねっていうところなので、まあアメリカみたいに大きいねコミュニティじゃないけど、日本のねディアブロコミュニティはみんなで楽しくね遊んでいければ嬉しいなっていう感じなんで、ぜひみんなと楽しく遊んでいきましょう。そんな感じで本日はこの辺にしていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の刈り取りでお会いしましょう。バイバイ。